皆さん、こんばんは。ボンバイロキリュウです。スイッチカバーを作ってます。細かい作業が続いてます。こういう状態でスイッチは分かるように残してあります。これからスイッチを一つ取り外して、このボードに取り付けられるように加工をしていきます。それから構造的にこのスイッチ、筒抜けでゴミを噛んだら接点が不良を起こしちゃいそうなんで、先にこれ自体をテーピングし、中にゴミが入らないようにして、これから一番めんどくさいところに取り掛かります。スイッチを現物合わせでここにはまっていくように加工していきます。まず穴の間隔を見て OK なようなので、ここにネジが入るように広げていきます。スイッチはこのようにマスキングをして、ゴミが少しでも入らないようにやっておきます。一つネジを入るようにして、スイッチが入るようになったら固定して、でもう一つの穴がきちっと合ってるかどうか確認して、こちらもネジを開けます。両方にネジが通ることが確認できたら、スライドのスイッチがスムーズに動くように削っていきます。これはもう勘になってきますけど、あんまりダスダスになってしまうとかっこ悪いんで、それでもきちっと動くように、加工していきます。ということで、4箇所ともバッチリと、スイッチがはまるようにできました。最初の型写しで間隔をきっちり取っておけば、あんまり補正もなく楽かと思います。あと外周をボディと現物合わせで補修すれば、スイッチカバーは出来上がりです。じゃあまた。